皆さんこんにちは環境創生学科のリザルですよろしくお願いします日本のオフィスビルにおける熱的快適性の適用モデルの開発とそのメカニズムの解明について説明したいと思いますまずはあの熱的快適性の適用モデルについて説明をしたいと思いますまずこの図というのは 1978年にイギリスのハンフリー先生が提案した適用モデルの図になります。X 軸には月平均外気温度で Y 軸には快適温度になっております。でこちらの黒い点というのはフリーラーニングモードにおけるデータになります。こちらの白い点というのは、えーっとですね、それ以外の建物のデータになります。そうすると、まあ、要するると要に あの、この図からわかるように、あのだんだん外気温度が上がってきます。と、まあ、あの快適に感じる温度も上がっているということが分かります。特にこの辺の点というのは、温度が低い時というのは要するに東京の冬と考えることができます。あるいは寒い気候で考えることができます。あるいはこの辺の点というのは、あのと例えばあの東京の夏。 あるいはその暑い気候ということに考えることにまあができます。要するにこのようにですね、あの外気温度が上がっていくとですね、あの快適温度も上がるということがまあ非常にお互いに相関関係があるということがわかります。例えばですね、あの外気温度が16度の時にですね、まあ快適温度がだいたい20度。あるいは外気温度がだいたい30度の時に。 まあ快適温度というのは二十八度ぐらいなっています。要するにこのようにですね非常に大きなまあ地域差があるということはわかりますけれども、まあ実際の季節差、地域差をこの図で見ることができます。で従来の基準ではですね、まあ大体二十四度があの快適温度というふうにされているんですよね。まあそうするとですねもし皆さんが夏にですね二十八度で快適 に感じているのであればですね、わざわざそれを冷房して24度にする必要がないですねで。逆に皆さんが20度で冬にですね快適に感じているのであれば、わざわざ暖房してですね24度にす,、ねまあ、する必要がないですね。まあ、そうすると、まあ、あ冷房をするためあるいは暖房をするために、まあ、かなりですねまあ40%ぐらいのエネルギーが節約できることがわかります。 で実際にですねこちらのハンフリー先生が行ってたです、ねあのまあ、考え方に基づいて今というのは適応モデルの基準がになっておりますで実際にこの左の図というのはアッシュウェイ、まあ、アメリカの基準になっておりますでこちら右側の図というのはまあ0ヨーロッパの基準になっていますこのアッシュウェイの基準では実際に世界各地のデータを用いて、まあ、この基準にしてるんですねで逆に この線というのはヨーロッパのデータを用いてですね、基準にしています。で、実際にですね、あのまあ、アメリカでもですねあ、あるいはヨーロッパでも、あるいはこのこの線基準はあのあの、えー、とす ISO の基準にもなるというふうに言われていますけれども、まあ、日本のデータはこういった基準にはほとんないんですよね。まあ、そうすると、まあ、日本でもですね、まあ、エネルギー使用の削減して、 地球温暖化を緩和するためには、ま水晶温度ですね。冬は20度にしましょう。夏は28度にしましょう。というふうに言われていますけれども、実際に私たちがですね、どのぐらいの温度でま快適に感じるというか、あるいは仕事しているかがわからないですね。そうすると、そういった内容はあの実際のフィールド研究を行ってあの検証する必要があります。 実際にですねあのこれあのそういったです、ね、先ほど適応モデルについてお話をしましたけれども、まあ、そういった内容というのは要するにどのようなメカニズムで人々が快適に感じるか、まあ、それを理解する必要があります。例えばですね、まあ、あのこちらは定義なんですけれども熱的快適性にはあの行動整理心理的な適応に依存するというふうに言われています。 例えば不快を生じるような変化が起これば人が快適性を取り戻そうと行動する傾向があると快適への復旧はまあ復帰が気持ちがいいと人は温熱環境に消極的な居住者ではなくてまあ環境と常に総合に作用し合うというふうにまあ言われております。 であの先ほど説明したです、ね、あの適応モデルというのはあの一つはですねそれどういうことかというとあの私たちが先ほども説明しましたように外気温度にまあ適応しているということを先ほど言いましたけれどもじゃあ実際にですねそのじゃあどういったメカニズムで快適に感じるかは 今,今分かってないなですよね、まあ、そうすると特にですねあのこういった行動的な適応の観点からその先ほどの適応モデルをあの分析する必要があります。で実際にですねこういった適応モデルとあの行動ですね要するに環境調整行動というのはどのように重要であるかについて説明をしたいと思います。まずです、ね、快適温度と行動を知りたい なぜ、まあ、かというと、まあ、私たち興味が持ってるかもしれないしあるいはそういう知ることによって、まあ、基準を作ることができるとあるいは快適に感じたい、まあ、感覚のあー的に、まあ、そういうふうに思う,思う人もいると思いますねあるいは健康的に暮らしたい例えば熱中症あるいは冷,だ冷房病あるいは今コロナの問題なども関係していますあるいは作業効率を高め,高めたい 特にオフィスとかで生産性を上げたいということが関係していると思います。あるいはエネルギーを節約したい。要するに資源の問題と有効的に利用したい。あるいは環境問題を解決したい。あるいは環境にあんまり負荷を与えたくないということも考えられます。あるいはお金を節約したい。 要するに経済的ですね要するに冷暖房をガンガンしてしまうとあの皆さんがあのそれは結果的にお金がたくさんかかりますあるいはこういった内容を知ると私たちが建物の設計にもまあ活かしすることができると、まあ、デザインの話ですね、まあ、実際にですねあの建物を設計するためにその熱負荷計算あるいは建物の自動化の時にですね、まあ、こういった あの快適温度の情報あるいはあの環境調整行動の情報が必要になります実際に今はどのようにしているかというとそういった温度でもあるいはそのスケジュールでもですね一定に仮定するんですよね、まあ、そうすると実測と予測が合わないあるいは供述者のまあ体感とも合わないあるいは過剰な冷暖房を導入してしまうあるいは利用してしまう ということになります。まあ、要するにですね。まあ、こういった、あの、まあ、熱的快適性、あるいは環境調整行動というのは。まあ、今説明しましたように、一緒に健康の問題、あるいはエネルギーの問題。あるいは、温暖化の問題であります。で、実際に言われているのが、まあ、あの。まあ、環境適応ですね。あるいは環境調整行動は。まあ、環境を改善するために、まあ、大きなポテンシャルがあると言われております。 で本研究の,です、ね、あの目的としましてはあの大きく3つあります。まあ、1つというのは、質内車の快適温度の季節差、あるいは地域差についてまあ明らかにするで。2番目としては、日本のオフィスビルにおける熱的快適性の適用モデルについてまあ提案するで。3番目としては、あの適用のメカニズムとして、例えば窓開閉。 あるいは着色冷暖房の利用などの環境調整行動の実態を把握するで実際に予測方法をまあ明らかにすることにありますでこちらはですねあの調査対象建物と温熱環境の,あの測定に関する内容のスライドになりますで実際に調査期間としてましては2年間調査を行いましたで実際に対象地域としてましては東京 横浜と小田原ですで対象建物は23棟のまオフィスビルになります、まあ、測定項目としては実際に温湿度グローボンドこちらにありますねグローボンドと風速とま CO2 濃度を測っております実際に実際の外気の温湿度のデータというのは気象庁のデータをま利用しております で続きましてです、ね、私たちというのはあの、まあ、あの快適感調査と環境調整行動の調査というのはあの、まあ、このように行っております。官、ま、所、あ、感要するに暑い寒いといった尺度というのは7段階尺度を用いてあの調査を行っております。であるいはです、ねまあ、深刻調査というのは私たちは毎月あのです、ね、オフィスに訪問してです、ねまあ、データを集めております。あるいは、窓開閉。 あの、冷暖房の利用などがあのバイナリー形式であのを行っております。で、実際に得られた申告というのは7000以上のですね。申告を私たちが得ることができました。これからですね。いくつかのあの結果についてお話をしたいと思っております。で、まずですね。こちらのグラフというのはあの各月のですね。外気温度とまあ、グローボ温度と。 快適温度の変動になります。でご覧のなっているようにですね、あの3月の快適温度というのはだいたい22.1度で、あの9月の快適温度というのは26度になってます。そうするとあのまあ、3.9度のですねあの差があることが分かります。実際にこの3.9度というのは ま小さいですね。まあ、実際にま住宅とかであの季節差とかですねあの調べてみる,みるとまあ10度ぐらい結構差が大きいんですねそういった住宅に比べればこちらのオフィスビルではかなり小さいということが分かりますでここから言えることはですね住宅と同様にですねオフィスでも季節差を与えることができればエネルギー利用を減らすことができますでこちらはですね文献調査に基づく。 各国のの設定温度実際にですね、まあ、いろんな国でいろんな研究を行っておりますけれども、まあ、ご覧になっている通おり、まあ、設定温度を一度変更するとですねたいですね10%のエネルギーが接着できるということがこういった文献調査かからもわかりますこれから言えることとしましては冷房の設定温度を上げ 暖房の設定温度を下げればですね大量のエネルギーを節約することができますこちらはですねあの快適温度とまあグローブ温度の関係になっておりますでこの散布図からあの分かることはですね例えば実際の,あのオフィスのまあグローブ温度が低い場合は まあるいはあのこういったですねだんだんグローブ温度が上がっていくとですね快適温度もこういうふうに上がっているということがあのこのスライドで分かります。まあ、要するに出雲、まあ、者はです、ね、あの室内環境に適応しているためですねあの、まあ、快適温度とグローブ温度にはこういうふうにですねきれいなんです、ね、相関関係があることが分かります。 実際にです、ね、あの住宅と同様に室温、ね、や快適温度を幅を広げる、まあ、この辺のデータがないですよねあるいはもっと下の方のデータもないのでこういうふうに幅を,を広げることができればです、ねまあ、エネルギー利用を減らすことができるんではないかと思っております。こちらはあの関東のまあオフィスビルにおける熱的快適性の適用モデルの提案になります。 であの横軸は移動平均外気温度縦軸は快適温度になっております、まあ、あのご覧になっているように要するにあの外の気温ですね外気温がこういうふうに上がっていくとあのあのこの坂がですねこの傾きが緩やかですけれども、まあ、上がっているということが分かりますであのまあ要するにあのこの図からもあの分かるようにですねあの快適温度と 外気実際にですねあの、まあ、一つの例としてはです、ね、あの例えばこの外の気温がです、ねまあ、10度の時に、まあ、こちらの式にです、ねまあ、代入してみると快適温度が23.8度になりますあるいはです、ねあのまあ、28度を代入してみますと、まあ、それが26.5度になります、まあ、要するにこのようにです、ね、この提案したあの適応モデルというのは エネルギー使用の少ない建物の設計あるいは制御をするためにあの活躍できるんではないかと思っております実際にですねこちらの傾きというのはですねあのアッシュレの基準、まあ、0.31ですねあるいは線基準0.33よりはかなり小さいということが分かりますで要するにあのということはですね日本のオフィスまの今後の課題としましては外気温度が低いときに ちょっと下げてあげるんですよねあるいはあの外気温度が高い時にちょっと引き上げるようですに、ねまあ、こういうことをすればです、ねあのまあ、徐々にです、ねまあ、その働いている方々がです、ね、そこの環境に適応するさせることによってです、ね、あのさらにエネルギーの利用を減らすことができるのではないかと思っております。 こちらは実際の文献調査を行いましてそれに基づいてどれだけ適用モデルを導入するとどれだけ省エネルギー効果があるかという内容がこちらの表になります。ご覧になっているとおりいろんなところでこの適用モデルの研究が活発に行っておりましてかなりエネルギーが節約することがこの表から読み取れる。 要するにですねこういった適応モデルを導入すればですね建物に必要な、まあ、冷暖房のエネルギーが大きく節約できるのではないかと思っております。で続きましてですねじゃあ実際にですね先ほどまではどのようにまあ外の気温にまあ人々がまあ適応しているか、まあ、ということをご説明をしました。じゃ実際にににその気温に適応するために いろんなです、ね、働いている方々というのはいろんな行動を行っているということですね。その内容についいいて説明したいと思いますで例えばですねこちら窓開閉あるいは着衣量の調整冷暖房の利用と外気温度の関係がどのようになっているかということをこちらで説明したいと思います。こちらはですねあの窓開閉と例えば冷房の利用というのはこういうふうに外気温度がこういうふうに上がってい 聞きままますすす。とととその割合ががですねここいい増していくことが、まあ一つ言えるかなと思います逆にあの着衣量ですねあるいは暖房というのはこういうふうにですね外気温度がこういうふうに下がっていくとですね下がっていくとそのまあ着衣量もこううの増えていくあるいはその暖房利用もこのようにまあ増えていくということがわかるかなと思います。 で環境調整行動、まあ、このようにですね行動というのは外気温度に関係することがこの図で言えるかなと思います。まあ、こういった情報というのは自動制御あるいは室内環境の予測にまあ利用できると思います。で質問者がですね、まあ、このようにですね積極的に環境調整行動を行って熱的快適性をですね、まあ、実現していることがわかります。あるるいはは、ね、適応モデルのメカニズムを解明するためには こういった研究です、ね、環境調整行動の研究が非常に重要であると思っております実際にですねあの、まあ、先ほど今まではですね、まあ、私があの関東で行った研究成果についてお話をしましたで実際にですね日本というのは幅広い気候がありますよね沖縄から北海道まで、まあ、全然違う気候がになっております、まあ、いろんな気候風土、まあ、文化がある,あるということですよね 私が説明した内容が全国で研究したらどうなるかということが一つすごく興味があるテーマではないかと思っております。そのためには、まあ、あの日本全国のですねいろんな大学の先生方と一緒になりまして基盤研究、B、をあの取りましたそれで、まあ、去年からですね始まった3年間のプロジェクト ですけれどもあの今を調査を行っております実際にですねあの北海道東海北陸、まあ、関東ですねあの関西中国と九州のまあ代表的な地域を選んで私たちがまあ研究を進めております。この研究というのはあの3年後にはま完成しますので私自身もですねすごい研究結果を大変楽しみにしております。 で実際にこの研究結果成果としては、まあ、ガイドラインドをあるいは基準を作成して、まあ、社会に貢献したいと思っておりますでこちらは最後まとめになりますでこの研究プロジェクトの,あの内容としましては、まあ、4つのまとめにあのしておりますまず1つというのは差のの快適温度の幅がが広く季節差があるとということになりま,すまあ2番目としてはですね 快適温度と外気温度に関係があり適応モデルが建物の設計や制御に利用できるということになります。で3番目としては環境調整行動と外気温度に関係がありまして熱負荷シミュレーションや自動制御に利用できます。設定温度の変更や適応モデルの利用は省エネルギーに有効的であります。 で最後にです、ね、あのこちらは最後のスライドになりますけれども、まあ、実際に今までの研究成果というのは私たちがこの本としてもまとめておりましてあの私も一人の編集者になっておりまして本の構成としましては30用の章、91名のまあ聴者と20カ国の方々が書いておりまして、まあ、ハンドブックですので616ページから なってるんですね。分厚い本になっております。で、これで研究プロジェクトの紹介を終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。